では前回は脳が泥のように溶けた酔っ払いからポンパドゥール夫人という方を紹介してもらったんだよね。でここに行くんだけど、まあなんかその人がかなり王に近い人物らしいので、まあ引き続き王に近づく手がかりを探して、あれ急に章変わった、選択、まあ王に近づく手がかりを得るために会いに行くんだよね、夫人に。どうやって私は逃げ出したかって、苦しみと共にだ。どのように私はこの瞬間を計画したかって、喜びと共にだ。はあここいつもはあってなっちゃう。裏切りのショーはあれで終わったか。やっぱあのシーンのこと言ってんだね。じゃあガブリエル大佐から無言で一人で逃げ出した時のこと伯爵が三章裏切り、4章になって我々の旅も終わりが見えてきたな。そうだな、覚えられるイカ様ももう残り少なくなってきたから終盤ですよ。遠い昔に失ったと思っていた我が子に会ったら王は一体何と言うであろうな。我々はどれだけの富を、それが目的なのか、その弱みで揺すって金を得るみたいな、そんなちっちゃいことが目的なの伯爵は。いや、どうなんだろう、ちょっとこの人の考えもよく分かってないからね。いや、ベルサイユの話をするのはまだ早いか。まずはパリでの目的を果たさねば。我々は王のお気に入りであるポンパドゥール夫人を凋落する必要がある。まあそうだな、凋落する。簡単に王のことペラペラは喋ってくれないだろうからね。王が我々を、彼女が我々を王のテーブルに導く唯一の鍵だ。我々にはサロンの皆の目が集まるだろう。さあどうやって攻める？慎重に。どうなんだ、かえって素早くの方がいいのか、たくさんの目が集まってる場所で。何が起きたかわからないぐらい迅速に。おう、まさしく。デッキを長々ともてあそぶのはよくない。そうだね、たくさんの目があるってことはそうかもしれない。数枚のカードを盗み見て、シャッフルの際にカードを仕込みカットする。最低限の動きの中でな。では一つ一つやってみよう、教えてくれ。まずはパームグリンプスというトリックからだ。パームってことはなんか手のひらに隠すのか。これはさりげなく手を動かしてデッキの一番上と一番下のカードを盗み見るという技だ。上と下、そしてこれが我々の戦術を次のステージへと押し上げる基盤となる。相手の視線にさらされた状況でいかにこれを行うか、そのやり方を教えよう。うん、うわ、なんかちょっと今までの応用って感じじゃなくて完全に新しい技術っぽいな。これ難しいかも。まず片手を上げて私に注意を促すふりをして一番上のカードを盗み見る。片手を上げて注意を促すふりをして、あ、今チラッと見たのか。私が何かを答え、対戦相手がそれに気を取られてる隙に一番下のカードを盗み見る。これ本当に手際の良さと一瞬で記憶する能力と、いろいろ求められる気がするけどな。今チラッとダイヤの2を見てますね。時間をかけすぎると怪しまれるから素早くな。さあやってみろ。まあそうだね、本番では素早くやんなきゃいけないけど、今はゆっくりやれるタイミングなので。はあ、上キーを押すと上の、これ上のカードをああやって折り曲げることで中見てんのか。これをこの手際で、こんなん実際できる気せんけど、すごいぜユージーン。で下はダイヤの2、上がダイヤの3、下がダイヤの2。本番でこれを一瞬で覚えなきゃいけないんでしょ。いけるかな、もう一度やってみるか。まあこれ自体は大丈夫、ただこれを記憶できるかどうか。いいだろう、喋ってると気散っちゃうんじゃないかなちょいちょい言ってるけど。これに続くのは以前にも使ったピンサーシャッフルだ。ああ、それはなんか覚えてる、ピンサーシャッフル。デッキの上と下のカードをなんか同時に抜き取るみたいな。普通にシャッフルを見せるよ、してるように見せかけて、デッキの一番上と下のカードを同時に引き抜く。つまむようにしてね、上と下を同時に引っ張ってくる。そういうトリック。前回は私のハイカードを確保するために使った。デッキの上下を盗み見た際に2枚ともハイカードである幸運もないことはないが、今のは両方ともローカードだったね。お、こういうケース、こんなケースはまあなかなかないでしょう。実際はそうでないことの方が多い。ああ、
ハイカードとローカードが1枚ずつということもあるな。つまりその時々の状況に対応する必要があるということで、絶対難しいやつじゃん。そしていつものようにハイカードは私に、ローカードは相手に配られるようにしろ。ハイカードは伯爵に、ローカードは相手に。まあ当然だね。ピンサーシャッフルについて話す前に、前回私が教えた手順をおさらいするか、ちょっとお願い。ちょっとごめんね。分かった、パリまではまだ距離があるし、この馬はだいぶのんびり歩いているからな。私が4枚のハイカードを準備するから、それでやってみろ。ほれ、デッキの下にお前がカードを仕込んだという状況を想定してみろ。あのデッキ下部の状態は維持したいんだな。どうすればこれらのハイカードが私の元に配られると思う？あ、まあ維持したいというより、まあ最終的に伯爵の元に配給されればいいのか。まずはカードの束をシャッフルで下に落とせ。シャッフルで、ピンサーシャッフルは上と下から1枚ずつ同時にカードを落とす。あ、そうだそうだ、この操作、そう、これを知りたかった。 X を押しながら上でピンサーすんのね、この X っていう動作。ああ素晴らしい。私のためのハイカードと相手のためのランダムなカードというわけだ。つまり3番目にハイカードがいけばいいから、もう1枚カード落としたいんだよね。自分のためにカードを1枚落としてみろ。で、カードを落とすのはただ上に押すだけ。はい、これで OK。 伯爵3番目だから、ここでスタックに印をつけた場合、私にハイカードが1枚配られる。今教えたことをもう一度繰り返すんだ。そうすれば私2枚目のカードが配られる。ピンサーシャッフル1回、1枚落とす。素晴らしい。で、さらに続ける。はい、ピンサーシャッフル1枚落とす。うん、口挟むな今やってんだから、集中してんだよ今。はい、ピンサーシャッフルして1枚落とす。ここでインジョグです。あ、口挟むな、インジョグだろ、分かってんだから。見事に運命を操ったな。ではインジョグしてスタックに印をつけろ。インジョグは分かってますよ、右でしょ。スティックを右に倒して、あとはシャッフルするだけ。ああ、スタックに到達するまでシャッフルし、デッキの上に落として完了だ。インジョグした場所を目印に、そこを一番上にすればいい。これで完成だよね。見ろ、4枚の強いカードが私に配られることとなったっていうのは、まあ以前にもやったことがあるやつだ。これ久しぶりだからね、さすがにおさらいしないと滑らかにはできなかったかも。じゃあ次に進みましょう。で、こっからでしょ。ここまでは前にもやったことだから、トリックの練習とパームクリンプスとの組み合わせ方を説明するとしよう。この状況をよく見てみろ。ハイカードとローカードの両方がある。あー、これ上と下が分かってんのは、その最初のパームグリンプスで盗み見た後だからってことだね。で、一番上にはエース。どうやって進める？え、これアドリブに任されてる？まあ大抵1回はシャッフル入れるような、デッキを2つに分ける。この状態で伯爵が今一番目だから、これむず伯爵が一番目なので、ちょっと待って、あれ、これむずいぞ。今練習だから制限時間なくていいけど、助言が欲しいか？いらねえよバーカ、素直に聞いた方が良かったかな今ちょっとムキになっちゃった。じゃあ別のシチュエーションだけど、例えばこの場合、まあ、とりあえず1回シャッフルして、上の束にハイカードが残ってる。で、ローカードは相手に渡すから、2枚落としてからピンサーシャッフルして、でずらしていけば理想の状態になる。あ、分かってきた分かってきた。これで伯爵にハイカード、対戦相手にはローカード。やばい、ちょっとでもこれすっごい不安。シチュエーションによって状況変わるからさ。あ、こうやって両方ハイカードの時は3つ落としてからキングを落とせば同じ人にハイカードが行くことになる、そういうことだ。いやー、これ制限時間の声、やってみます、次に進みます。よろしい。最後はフォールスカットまだあるんかい。まあこれは難しいことじゃないけど、普通にカットするように見せかけて実は何もしていないというトリックだな。
お前はすでに何度もやっているから、このまま私の解説なしの練習に移るとしよう。あ、最初からだ。そっか、投資でやることになるもんな。はい、ジャックに。あ、まあでもこれ別に記憶してなくてもいいのか。ここで見んの、とりあえず見たっていう事実が残ってればいいのか。そしたら次の画面ではもうこういう風になってるから、だってこれ対戦中でもこの画面になってるよね。2つが分かった状態でシャッフルして、じゃあ素早くやるけど、このハイカードは伯爵に行くので1枚やってからピンサーシャッフル、これでもうインジョグしていい。お、いいいいいい。まあちょっと喋りながら手止まってる時間はあったけど、そんなに今時間かかってないよね。これが本番でもできりゃいいんだけどな。どう伯爵、見事だ。一度たりともつまずかなかったら褒められちゃった。いや、なんか今までで一番練習に時間かけたね。28分の24まで来ました。見透かされたデッキ、本当に今までで一番練習に時間かけた。難しい。もうやれる自信はついたか。なんならもう一度練習してもよいか。あ、なんかよく見るとユージーン髪型変わってる。なんかやっぱこれ貴族のふりしてるってことだ。身なり整えてるね。いやー、すみます、なかなか難しいトリックだったから。やっぱそうだよね、伯爵もそう思ってるよね。俺がアホだっただけではなく、いや、難しい方なわけだ。今日は文法の勉強はなしでよかろう。今のうちにしっかり休んでおけ。起きろ小僧、ポンパドゥル夫人を魅了する準備は良いか。任せな。パリまで来ました。で、夫人のサロンとやらに参加するってことですけど、どういう流れでこれカード勝負になんだ。金と傲慢さが醸し出すこの匂い、どこも変わらんな。お、誰か近づいてきたぞ。カサノバ、あれ、あ、あー、前回の脳が泥のように溶けた酔っ払いだ。この人が紹介してくれたんだもんね。あ、そうだ、サロンで会いましょうって言ってたっけ、こいつ。パリでまた会えるとは喜ばしいことです。ここの夫人を紹介させてください。この夫人が王様のお気に入りだっていう話なんだよね。サンジェルマン伯爵をご存知ですか。今晩は彼と子息のユージーンが相手をしてくれるようです。ここでは子息って扱いなんだ。もちろん存じているわ、アンシャンテ伯爵。お会いできて光栄です、マダム。おお、王のお気に入りだという話なので、ああ、ちょっとね、美しい雰囲気あるね。あなたはカードの達人だと聞いているわ。一勝負いかがかしら。素晴らしいアイデアですね。これ、カサノバも参加するのか。喜んでお相手いたしますよ、マダム。緊張するぜ、難しいからな、今回は。つまり、じゃあ練習での想定と同じく4人での勝負になるわけだ。人数も大事だからね、あのトリック。伯爵、カサノバ、夫人に友人。さあ、掛け金は変えられないようですな。なんだあのアイコン。なんかここでのアイコンだけ下品なやつたまにいるよな。普段そうでもないのに。じゃあ80コインかけましょう。見る、これで OK で、一回シャッフルして、さあどうすりゃいいんだ。ローカードは相手に渡す。これも落としていいな。ピンサーシャッフルして、あ、これもうインジョグしちゃっていいじゃん。 OK、 もう状況に合わせて対応していく。で、状況把握したらもうあとは手際よくやって、ここもね、ミスらないように。よし、さあどっちが勝つかな。伯爵だ。相手の不手際と運に恵まれて勝つことができました。運が良かったね伯爵。次は僕が勝つぞ。いや失礼、口が過ぎました。いらん挑発やめてくんない。あれ、誰か来た。え、これただでさえトリックが難しいのに不測の事態起きたりしないよな。偽りの謝罪などいらないわ。これは戦いで、あなたは戦いに勝った、それだけのこと。マクレ、え、マクレガー、
って、あれ聞いたことあるよな。マクレガーが王の側近で友人の命狙ってるやつなんじゃなかった？マクレガーが、誰だっけあいつ。あ、ガブリエル大佐。ガブリエル大佐を消しかけてるんじゃなかった資格として。なぜここに王のお気に入りが破れる様を見届けようとでも？いえ、最後にはあなたが勝つと確信していますよ。しかしこの連中の相手はするべきではない。ムッシュ・マクレガー、友人はともかく伯爵はわかるよな。変装とか別にしてないし、友人のこともわかってんのか。まあまあこの場で手は出してこないか。とにかく今は勝負に集中するしかないね。いやこれ緊張するな。はい、見る、オッケーで、シャッフルして両方ハイカードだから、間に3枚挟んでからピンサーシャッフルでクイーンを落とす。あ、もうできてる。よし。まあ視覚的にやっぱこれガイドがあるからできるけど、いやこれ本物のディーラーとかは見ないでできんのすごいよな。よし。それができるんだとしたら、さあ僕が勝つぞ。次は負けないぞ伯爵。負けたー。くそー、また伯爵に持ってかれちゃったよ。ジュリー、どこに、ジュリー・ドビーニ、あなたの力と助言をちょうだい。うわ、なんかいろいろ集まってきたな、マクレガーといい。このままでは負けるわ。私はここです。この人は、ねえ、ユージーンの祖母だということが判明してるけど。マクレガー、マダム・ドビーニ。ちょっとなんかもう勝負の外でいろいろ起きるな。今勝負に集中してんだから。できるんだったらもっと掛け金釣り上げたいとこだけどな。これでしか勝負できないか。よしやるぞ。はい、チラッと見る。片方はハイカードよいしょ。これは相手に渡すからもう落としていい。で、インジョグして、あ、なんか割と簡単なパターンが来てない？あとはもうシャッフルするだけ。悪くないよ。よーし。あとはここを間違えずにこなして、次は絶対に僕が勝つぞ。伯爵、いつまでも勝てると思うなよ。うわー、伯爵が勝っちゃったー。ほんで？もうこの小芝居いらないと思うんだけど。私はこれで失礼するわ。おお、もっとやりましょうよ。もっと金持ってたじゃないですか。どうした？もっと賭け金あげたかったけどな。無茶はしないように。でもポンパドゥールに王に近づく方法を聞き出すというか、探りを入れるのが目的だったのに。このままでは目的達成できないのでは？マダム。マクレガーはこれどういうつもりだ？お、今友人がちょっと貴族っぽい振る舞いしたね。いろいろ教えられた甲斐があったのかな。友人のこと知ってらー。しっかりこの貴族の格好でもわかるんだな。まあ伯爵と一緒にいたらわかるか。サンジェルマン伯爵、そして友人、王の署名が入った手紙が、ここにある。お前たちを裁判、わお。お前たちを裁判なしに即刻牢獄に放り込むことを許可する手紙だ。そんなことはできんさ。やれば影に潜む私の友がある紙を5000枚分ばらまくことになっている。それはイレニオたちのことか。違うかな。紙切れなどで自分の命が救えると思っているのか。その紙には12本の牛乳亭での出来事が詳細に記してある。信じられんな。なら書けるか。ああ、ここで我々を捕らえるというのなら王の秘密をばらまくぞと、そういう脅しをかけて今駆け引きをしている。みんな外に出ろ。王の命令だ、外に出ろ。ドビーニーもジュリーも外に出たね。お前もだ友人。友人は大事でしょう。話の中心のはずだが。私を待たなくていい。後で伝言を送る。ちょっとこれでもさすがに危険なんじゃないの？マクレガーと二人っきりって。あ、ダメか。みんなと同じ方向に行かないとダメか。また会えるよな？
ちょっと亀裂は入ったけど関係に。さすがにここで死んでほしいとは思ってないから。おい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 、どうやってやり過ごすつもり？え、翌朝？続行。あ、でもこれ伯爵か？伯爵だ。何があったんだよ、遅いな。これは友人を待ってきた。待ってんだよね、友人。私の伝言が届かなかったのかと心配していた。ん？いや、え、こんなのは嫌だの意味がわからないけど、どういうことだ？どういうこと？昨日マクレガーと長い時間をかけて率直に話し合った。我々は、あ、まあ、合意に達したから今生きてんだよな、伯爵は。合意に達した。我々が社会から姿を消すことが奴の望みであり、その引き換えとして一生の生活を保障する金と土地を提供するとな。これは伯爵の思い通りってこと？これが望みだったのか？王を揺することに成功したんだよね。我々は裕福になれるのだ。今回ばかりは本当にな。王は？マクレガーは断言していた。ベルサイユに近づいたら我々を拘束すると。奴はパリのあらゆる場所に目と剣を光らせている。これからの流れはこうだ。まあこの合意は。なんで決闘すんの？お前とマクレガーは決闘を行う。偽りの決闘な。あ、偽り？ほう、そしてお前はわざと負ける。それにより噂は沈静化し、この剣は落着する。まあ双方をうまく収めるために一芝居打つっていうことなのか。その後我々はここで落ち合い、ブルターニュへ向けて出発する。金持ちとなってな。これは伯爵が勝手に進めたことだけど、ユージーン納得すんのか？これで分かったか？分かったと答えることもできるけど、あなたは？サンジェルマン伯爵なんて人物は初めから存在しなかった。私はただ姿を消すのみ。ただまあ莫大な金は手に入ったので、それで生活できるから、まあそれで良いと。さあこの剣を取れ。え、でもまあこれ友人は納得してるのか？じゃあこの様子だと。マクレガーに降参するかと聞かれたら武器を捨てて這いつくばるのだ。うっかり勝っちゃったらどうなんだろう。うっかり勝っちゃったらどうなんの？そうすれば奴はお前を助ける。本当かな、これ信用していいのか？幸運を祈ってるぞ。逆にうっかり勝つのが正解だったりしない？え、これはもうこの来た。お、え、ちょっと待って、一発勝負か？決闘でわざと負けるっていうのは来たか。よし、やはり伯爵はいないか。まあそんなことはどうでもいい。うっかり勝ったらなんか別のエンディングになるとか、そんなことはない。どうなのかな、これ。どうなんだ、彼らが証人だ。では行くぞ。え、マジ？てか決闘のやり方もう覚えてねえんだけど。あれ、いつ、ああ始まんな、勝手に。ロー、覚えんだよね、これ。ロー、ロー、ミド、下、下、真ん中。でも負ける。え、勝ってみようかな。上、上、中、中。やばい、もう考える時間もなかった。じゃあもうちょっと考えさせてよ。どっちにしよう。中、下、上、中、中、下、上、中。うん、はい。あ、上、上、中、勝つ。ここで裏切る。はい、勝ち。友人の勝ち。もう十分。これゆっかりやっちゃった。だって勝てる勝負で手抜くなんてできねえもの。もう十分戦ったろ、降参しろ。うい、やこの状況でお前何言ってんだ。あ、でも選択肢はない、降参するしかないんだ。いやいや完全に勝ちの姿勢にはなってるけど、降参しちゃった。よし、まあそうする流れしかなかったのか。えやったやん、こいつ。え、は？え、え、これどういうこと？
お前が王家を脅かすあの赤子だったというわけか。サンジェルマン伯爵は一体どうやってお前を探し当てた。お前は奴を信じるべきではなかった。いや、まあ、完璧に信じてたわけじゃないよ。奴は俺たちと一緒だ、アードネスや。俺と同類なのさ。奴はお前を裏切った。20年前にソフィーも裏切られた。何、その時の話も語ってくれんの。急げ、王が来るぞ。予想外だな。ん？あれ、お前ってこちらですの、シスターに今化けてた。イレニオじゃないよな。イレニオ前にも女装してたことあるけど。王のご到着だ。で、こっからはダラミツの回想シーンでもあったね、ソフィーが倒れてしまったことを嘆く王。顔色が真っ青だぞ。でもこんなに冷たい。ソフィー、目を覚ますのだ。息をしていないぞ。何ですと？いや、アードネスって今マクレガーの話で出てきたな。うん、こいつと同類だみたいなこと言ってて。何ですと？なぜこのような赤子？男の子です。アードネスが今抱えてんのか。男の子、それがユージーン。とても元気な。いえ、陛下、見ない方がよろしいかと。なぜ泣いていない。息子の声を聞かせてくれ。この子には舌がありません。どうか愛情を抱かれぬように、こちらは私が処理しておきます。ユージーンだな。おい、馬車を呼んでくれ。私はここを去る。ソフィー、私の隠れた楽園が、なんということだ。陛下、お悲しみのところ申し訳ございませんが、一刻も早く陛下のお耳に入れるべき事柄がございます。マクレガー、この辺の話はもう知らないとこだね。なんだ。この部屋に入った時にアードネスがこの器を放り投げるのを見ました。器？毒が入っていたようです。あ、これど、マクレガーが嘘ついてるパターンもあるか。どっちだ。そのアードネスが毒でソフィー殺したってこと？彼がソフィーを殺したのです。この男はあなたの奥方を殺害した犯人です。あ、逃げた逃げたぞ。ダラミツが追っていった。なんで固まっとん。なんか言え。ソフィーを殺したのは憎しみからでも怒りからでもない。アードネスは気の毒に思ったようだがな。殺したのは、マクレガーもグルだったってこと？責められるべきは王でもない。王家の前に立ち下がる者は全て粉砕せねばならんのだ。そこに正義の入る余地はない。聞いているのか？死体に話しても仕方ないか。これまた霊界編始まって復活したりせんかな。いや、死んで終わりはねえよな。だってまだトリックも全部覚えてないし。諸君、全て見届けたか？あの若者は公正な決闘において命を落とした。王に関する根拠のない噂を流した罪でな。私はそのような行為は断じて許さん。